渦巻きナルト対サルトビコノハマル。燃えてか！いきなり渦巻きナルトかよ。こりゃ消化試合だな。あのチビかわいそうにな。俺たち逃げなくて大丈夫かな。ああ、いや何、渦巻きナルトは人中力だろ。しかもキュービをコントロールできないっていうし、もしあのチビが頑張っちゃってキュービが暴走か、考えすぎる。このハマルちゃん、よりにもよってなんてことです。教育係といえどこんな時は何もできない。ただ信じて応援してやることしかね。このハマルくん頑張る。頑張るなよ。ちょっと出かけて引っ込みやがれ。やっちげー、ダラダラと試合を長引かせんなよ。頑張れ。やめて。ハマルちゃん、やめて。参ったなけど、このハマルとは本気でやりて。兄ちゃん、俺この日を待ってた気がする。ん、チャンスだ。これみんながこの試合に注目してる。みんなが兄ちゃんと俺を見てる。みんなに俺の戦いを見せられる。俺をこの葉隠れの忍び、このハマルをみんなに認めさせる絶好のチャンスだ。これ行くぞ兄ちゃん。来いこのハマル。開始。大玉ガセンガセン。ちょっ、お前それまだ教えてる。いつまでも追っかけてばかりじゃねえぞ。くれ中影分身の術。やんの当たり前といや当たり前だが、ああ渦巻きナルトの勝ちだ。次だ次、さっさと次の試合を始めろ。悪いなこのハマル、俺も中忍になんなきゃいけねえんだ。このハマルの戦闘不能により、続けられんのか。当たり前だこれ。俺はまだナルト兄ちゃんに一発も入れてねえ。いいぜこのハマル。お前が言うな、お前が。あのナルトってやつはな、手加減なんてできねえよ。ナルトは相手の気持ちが分かっちまうやつだからな。相手をバカにするようなことできるわけねえじゃん。一発くらい当てたかったんだけどな。やっぱナルト兄ちゃんにはこのトカゲへの一歩ですぞ。トカゲの名前が欲しけだな。この俺をぶっ倒してからもしまう。俺も子分なんかやめた。これからはライバルだ。パス入れてみな。手裏剣影分身の術。
ナルトは反則行為により失格。勝者、猿飛木の葉丸。